ドリスコール S はアメリカ合衆国カリフォルニア州を拠点とする新鮮なイチゴやその他の果実の販売業者であり製品ブランドでもある世界的にはトップシェアを誇り安価な食料品として有名なブランドであるが日本産の安価なイチゴなどと比較して甘みにかけるため日本ではコストコを除いて あまり流通していない。この会社は世界的な製品流通を目指してクラムシェル型パッケージや流通に適した固めの品種を作り上げてきた。1800年代後半からライター及びドリスコールファミリーに属していた第四世代のファミリービジネスとして成立した。2017年には60億ドル規模の米国のベリー市場の約3分の一を占めていた。現在も 世界最大のベリー生産者である。ドリスコール S はカリフォルニア州ワトソンビルに本社を置き、独自の品種のベリーを開発し、承認された栽培者を通じて独占的にライセンスを供与している。ドリスコール S の起源は1800年代後半に遡る。1849年、アルザス出身の肉屋がカリフォルニアに定住し、 最終的に、ワトソンビルの近くで肥育を行った。肉屋の息子、ジュ、エドライターとライターの義理の兄弟、RF ディック・ドリスコールは、この地域で、イチゴの栽培を始めた。ドリスコールのイチゴ栽培は、カリフォルニアストロベリーゴールドラッシュの始まりであった。トーマス・ロフタス、ドリスコール、および、ライターの間の会議中に、3人は、カリフォルニア州、 シャスタグ北部のスイートブライヤーコミュニティでイチゴを保護及び促進するためのパートナーシップを形成した。1902年にパートナーはすべての箱を紙リボンで包むことによりサンフランシスコ市場でイチゴを宣伝し始めた。マーケティング戦略として各箱の紙リボンに印刷された大きなイチゴからバナーというイチゴ品種を獲得した。ドリスコール S は1904年に正式に 設立され、当時はバナーベリー農場のブランドとして知られていた。彼らは秘密裏にロフタスを彼らの供給者として保ち、また様々な種類のベリーを独占的に植えた。同社は1916年にライターがバナーベリーの内容が違反するために外部パートナーシップを形成するまでバナー品種の唯一の供給者であった。20年の営業期間を経てバナー種は ウイルス感染の蔓延に感染し、ドリスコールエッスは新しい品種のベリーの栽培と拡散を始めた。新しい品種はカリフォルニア大学バークレー校のハロルド・トーマスとアール・ゴールド・スミスによって開発された。20世紀初頭、米国のイチゴ市場は日本人移民によって支配されていた。 1942年の第二次世界大戦中、日本人は強制収容所に入れられたため、米国のイチゴ業界はほぼ崩壊した。戦争中、ドリスコール S はまだイチゴを栽培している数少ない会社の一つであった。第二次世界大戦後、ドリスコール S は日系アメリカ人の元囚人を収容所から解放して、会社の分、ますます小作として採用した。同社はまた、 ドリスコールストロベリーアソシエーツという名前でマーケティングを開始した。ゴールドスミスとトーマスは1944年に大学の仕事を辞め、大学が育種プログラムを放棄することを計画した後、新しく設立されたストロベリーカリフォルニア大学に転勤した。同社はゴールドスミスとトーマスの生涯を代表する大学から苗木と遺伝資源を購入した。 カリフォルニアのストロベリー大学は後にドリスコール・ストロベリー・アソシエーツと合併した。1946年、ゴールドスミスとトーマスは2つの大学品種を通過し、最終的に Z5A として知られるようになった。この品種は出荷時の衝撃に耐える硬さを持ち、夏の終盤に結実した。ドリスコール S のイチゴは収穫が遅いため、 他の生産者がイチゴを出荷していない時期に、ドリスコール S のイチゴを出荷することができた。ドリスコール S のイチゴは10年間にわたって開発が続けられ、1957年まで販売されなかった。ドリスコール S 社のラズベリードリスコール S 社が、スポンサーとして参画しているポルシェ 997GT3 カップが、イムッサ GT3 カップチャレンジ参戦。 ドリスコール S は1980年代後半まで主に苺を販売していた。当時、ドール、デルモンテ、チキータからの購入提案があった。しかし、ドリスコール S は苺が外販せず、代わりにラズベリー、ブルーベリー、ブラックベリーを含む他の市場への拡大を決定した。1990年代にドリスコール S は2つの半分が 近似領域で結合された一体型のコンテナであるクラムシェルを作成した。2008年ドリスコール S はカリフォルニア州知事シュワルツェネンカーが交渉したプログラムに基づいて一号を中華人民共和国に合法的に出荷した最初の二人のカリフォルニアの生産者の一人であった。2008年にはパジャロバレー商工会議所からビジネスオブザイヤーに選ばれた。 2014年の時点で、ドリスコール S のサポートで、先住民通訳プログラムな t ビダ医療センター、サリナス、カリフォルニア州のような固有の言語を話す人のための医療通訳を提供し、サポテカ、ミックステコ、およびトリーッキー。2015年に、ドリスコール S は、カリフォルニアの水政策の変更を求めるキャンペーン、コネクトザドロップスへの関与を発表した。 2015年、ドリスコール S の2つの独立生産者の労働者と組合指導者は会社に対するボイコットを行った。同年に、ドリスコールは独立した生産者にグローバルな労働者福祉基準を採用し、第三者による監査と評価による農場労働者の改善への公約を発表した。また、フェアトレード、USA と共同でフェアトレード認定の有機栽培のごと 有機栽培のラズベリーを市場に出すパイロットプログラムを発表した。COO のケビン・マーフィーは2015年に CEO に昇格し、取締役会長としての地位を維持していたマイルズ、ライターの公認となった。2016年までにドリスコール S はイチゴを収穫するロボットを開発するためのテストを開始し、さらに国際的なブランド変更もいった。同社はまた、 ドリスコール S ストロベリーアソシエーツからドリスコール S インクへの名前の変更を発表した。ドリスコール S は21カ国でベリーを栽培し、48カ国で販売している。様々な栽培者と契約して赤と黄色のイチゴ、ブラックベリー、ブルーベリー、ラズベリーを生産している。有機、または非有機のいずれかの品種で入手可能なベリーは収穫時に フィールドで梱包される。同社はカリフォルニア、フロリダ、メキシコ、オーストラリアにフィールドを持っている。同社のオーガニックベリーはアメリカ合衆国農務省によりオーガニック認証を受けている。ドリスコール S の主張は食品安全のために適切な農業観光に従っていることであり、これは契約しているすべての生産者の農場、カリフォルニア州、 サンタマリアの流通施設などの冷却及び流通施設で実施される。また、フロリダ州ドーバーにも流通施設がある。同社には30人の科学者のスタッフがおり、イチゴだけに専念し、ワトソンビル、南カリフォルニア、フロリダ、スペイン、メキシコ、イギリスの9つの研究ステーションで進化を操作している。ドリスコール S はクコフによって認証された。 唯一のオーガニックストロベリー種病状を維持している。日本人は糖度の高い国産の果物を食べ慣れており、甘みに乏しい外国産の果物を好まないことから、日本国内におけるドリスコール S のシェアはほとんどないと言って良い。ありがとうございます。